新政策を1月の20日ですか、発表するわけで、それをきちんと分析すればです、ね、今のような不確実性というのは相当解消するんじゃないのかな、為替とか株価も安定の方向に向かってくるというふうに思っています。